シウダレアルセントラル空港やマドリードスールシウダレアル空港と呼ばれていたこともある。開港は2008年12月。スペインバブル期に約10億ユーロもの費用をかけて建設されたこの空港はスペインで初めて民間により運営された国際空港であり、スペインの無料高速道路である。 アウトビアの A-43 号線が隣接、また、有料高速道路であるアウトピスタの AP-41 号線も近い。また、高速鉄道のアベニューを利用することにより、マドリードやコルドバイは1時間以内、セビリアやマラガには2時間以内に到達することができるとされていたため、開港当初は混雑状態にあるマドリード・バラハス空港の機能を保管することも期待されていた。 空港会社はマドリードを訪れる外国人を目当てにした格安航空会社を呼び込む計画で年間250万人の利用を見込んでいたがバラハス国際空港が拡張されて増加需要を奪われてしまい航空会社は採算が合わずに次々に撤退した2011年8月唯一残っていたブエリング航空も2011年10月29日便を 最後に撤退することを発表。2012年4月、空港は閉鎖された。2013年には滑走ソロが、ボルボトラックの CM、ザエピックスプリットの撮影に使用された。2015年に、英国の他中国など、アジア諸国の投資家たちにより、スペインで設立された、投資家グループとサーニーインターナショナルが、買収額として1万ユーロを提示したが、 長寿裁判所が却下した。2016年4月15日に、スティーディア・ラマンチャ州地裁は、CR インターナショナルという企業に、同空港を5620万ユーロで売却した、ことを明らかにした。2020年、コロナ禍による影響を受けた、航空会社のフライトの減少により使用されていない、機材の中期場所として利用されている。4000メートルの滑走路1本を有している。 2009年の年間利用者数は53,557人。2010年は33,520人。貨物取扱量は2009年109万キログラム。2010年1,100キログラムであった。ありがとうございます。